どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は銀行強盗をやっていきたいと思います。しかも今回は普通に銀行強盗をするんじゃなくて、銀行の地下に穴を掘り、そしてそこから侵入して銀行の壁を破壊して、こっそりと侵入してみたいと思います。そうすれば手配所がつかずにお金をこっそりともらうことができちゃう。素晴らしい計画だ。そして今回狙う銀行はこちらのロスサントスで一番でけえパシフィック銀行だ。この銀行の地下に穴を掘っていきたいと思います。こうやってこっち側に掘っていって、そしてここまでつなげるというすごい計画です。じゃあ早速やっていきますか。まだ穴は掘ってないのでね。ジョニー君、出発するぞ。よし、乗ってくれたね。それじゃあまずはこっそりと穴を掘っていきたいので、新しく物件をこちらに購入しました。そしてここでこっそりとね、穴を掘っていきます。さあ見えてきたぞ。さあ今回トレバーさんが購入したのはこちらの倉庫でーす。まあ、一見するとここはね、ただの普通の倉庫です。よいしょ、ちょっと若干暗いので、ライトを出してと。まあ、こんな感じで、もうこの倉庫の中も落書きされてしまって、結構安くで売り出されてたので、トレバーさんが購入しました。今回はこの倉庫から穴を掘っていきたいと思います。で、穴掘って銀行の方まで通してしまうという大計画です。なので、まず最初にドリルと、そしてトラックが必要です。なのでまずはね、ドリルをね、取りに行きたいと思う。夜の10時になりました。それじゃあ早速ドリルを盗みに行きますか。今回向かうところはギャング地帯のとあるお家です。ギャングの一人がね、かなり高性能なドリルを持ってるということなので、ギャングが寝たところを狙ってこっそりと家の中に侵入してドリルをいただいちゃうというね、今回そういう計画です。さあ眠ってくれてるかな、ギャングは。夜更かしして YouTube を見てなければいいんだけど。ギャング地帯に到着したぞ。まだギャングたちは眠ってないんだけど、だいぶ人の数も減ってきてるんじゃないかなと思ったけど、そうでもないね。結構いるね。なので正面から行っちゃうとバレちゃうんだよね。だから裏側から行っちゃいますか。さあどこにドリルが置いてあるのかももう分かってるからね。ちょっとここら辺は人の数が少なくなってきたね。さあ気をつけて、トレバーさん絶対バレないようにしてね。あ、見つけたぞ家を。ついに発見した。あったあったあった、ここだ。ここのお家か、もしかして。ちょ、ブレーキしよう。よし、トレバーさん早速潜入してみまーす。こんにちは、ここのお家かな。トレバーさんこっそり行ってくれよ。やった、鍵が開いたぞ。お邪魔しまーす。すげー、入ったぞギャングの家に。しかしここはどうなんだ。こっち側も開けてみたんだけどないね、ドリル。このお家じゃないのか、もしかして。ちょっと地図を見てみよう。あ、違ったみたいだね。ここじゃないみたいだ。そのすぐ近くのお家だったみたいだね。間違えた間違えたここの家じゃない。早く早く早く、こんなとこ入ってたらまずいって。急げ急げ急げ、逃げろ逃げろ逃げろ。ジョニー君どこ行ったんだ。ジョニー君は、よし、見つかってないね。あ、裏側にいたんだね。よし、この屋根の上を登ってこっそりと行くか。いいぞいいぞ、バレてないぞ。よし、やった、このお家から見えたぞ。あー、まずい、見つかった。よし、オッケー、眠ってもらったあぶねー、他の人にはバレてないよね。さあどうぞ。あ、寝てるね。いるぞいるぞ、いいぞいいぞいいぞ。夜10時にちゃんと寝る、いい子だね君は。お休み中だ。それじゃあ侵入しまーす。さあどこにあるのかな。あった、これか、ドリル見つけたぞ。お、すごい、ちゃんとドリル入ってる。やったやったやった、これだ、もらっちゃいます。ドリルゲットだ。めちゃくちゃ重たいねこのドリル。急げ急げ急げ、超高性能なドリルをゲットできたぞ。急げ急げ、それじゃあずらかるぞ。逃げろー。ジョニー君、一体どこに行ったんだ。あー、まずい、鍵をなくしちゃったみたい急げ、めっちゃピーピーなってんぞ。まずいって、バレちゃうバレちゃう、こんなとこでピーピー鳴らしてたら。全然エンジンがつかないんだけど。よーし、やったー、エンジンついたジョニー君乗ってくれ。よし、それじゃあ出発進行、行くぜー。さあドリルをゲットした後は次はね、トラックをね、取りに行きたいと思うぞ。行くぜー。移動してる間に朝になったぞ。すごい朝日だ。工事の人たちが来る前に早くトラックをもらっちゃわないといけないので、急げ。さあまだトラック残ってるかな。よし、やったー。あー、もう工事の人たち来てたー。早い負けてしまった。なんてことだ、まずいよまずいよ。このトラックが欲しいんだけど、工事の人たちがいるからね、どうしようか。これはちょっとどうしようもないので、こっそりと入ってからの、よし、あ、鍵がかかってるやられた。野球ボール発見したぞこれを投げてやるわ。行くぜー、ほらー、行けー行けー
あーしいぞ。おおすげえ、車の鍵落としていったぞ。慌てててやった。さあジョニー君乗ってくれ、出発進行、行くぞー。さあそしてこのトラックは何をするかというと、砂を運び出すためにもらってきました。まあ、これで穴掘った砂をうまいこと運び出すというそういう作戦です。じゃあちょっとね、まずは魔改造屋さんの方に行って色とかを変えとこう。このままだとバレてしまうからね、盗まれたやつだと。急げ急げ急げ、出発。よーし到着だー、魔改造屋さん改造してくれ。いいよしいいぞー、なんとか入ったー、完璧ー。なんとか色を変えたぞー、黄色になったー、工事車両だぞ。ちょっとね、あまりにもピカピカすぎるとね、逆に怪しいので、これぐらいボロボロの方がいいでしょう。でも色は変えたからね、これで盗まれた車両だとはわからないはずだ。よし行くぜー、出発だ。それじゃあ早く拠点に戻ろう。よし戻ってきました。それじゃあ穴掘り開始だね。この中にトラックは入れておいてと。よいしょー、到着ー。よーし、ここから銀行まで掘りまくってやるぜ。まずはこの倉庫のコンクリートを破壊して地面を出さないといけないからね。そしてその地面の下まで掘っていかないといけないから。これはさ、まずは普通のドリルで穴を掘ってます。すごいね、頑張ってるね。てかサングラスどこ行ったんだ。なくなってるんだけどサングラス。まあ、そんなことより早く穴を掘っていかないと。あれから数日が経ちました。そしてついに完成でーす。すげーぞ。めちゃくちゃでけえ穴が完成した。そしてはしごをかけて土も見えます。この下まで掘ったぞ。ちょっとね、降りてみよう。おーすげー、トレバーさんさすがだ、数日でここまで穴を掘るなんてね。そしてちゃんとね、電気も配線があります。なので洞窟の中も暗くないぞ。すごー。まあこれまだ全然なんだけどね、ここまでしか掘れてないので、銀行までまだまだ距離があるからね。あと 50m 以上は掘らないと銀行まで到達しないので。よし、あとはこのでけえ岩もね、掘っていかないといけない。ここで役に立つのがギャングのとこから盗んできた高性能なやつだ。すげえ、始まってるぞ。めちゃくちゃ明るくなってんぞこれ、どうなってんだ。さすが高性能なドリルだ、全然違うね。すごすぎる、めっちゃ怒ってる。これでどんどん穴を掘っていくんだね、すごいぞ。これは効率よく掘れそうだ。トレバーさん、こういうところこそサングラス必要なのに。こんな時に限ってサングラスがないという。めちゃくちゃ眩しそうだな。そして掘り出した土はこのようにトラックに乗せていきます。ジョニー君の砂場になっちゃってるよ完全に。この土の処理はジョニー君に任せたぞ。そしてあれから数週間が経ちました。ようやくです、ついに穴が完成しました。それじゃあ行ってみようと。どんな感じにできたかというと、じゃじゃーん、ちゃんと銀行までたどり着いたぞ。すげえ、こんだけもよく掘ったよマジで、信じられないよ。ちょっとこれは想定よりも長くて 50m 以上掘る羽目になってしまったというね。ようやく着いたぞ、ここだー。で、計画通りならこの先に銀行があるはずなんだよね。なのでまだ掘ってないんだけど、先までは。本当にこの先あんのかこれ。さあどうなっているのでしょうか。よし、トレバーさん突撃行くぜ。あれおかしいな、ここじゃないみたいだね。まだまだ硬いね。ということでもう少し掘り進めないといけないみたいだね。そして掘ること数十分、ついに見えました。これだ、間違いない、この白いやつ絶対銀行の壁だ。すげえぞトレバーさん、マジで掘ったぞ。そして現在の時刻は真夜中です。なのでもう銀行の業務は終了してるはずだ。ということで今は絶好のチャンスだぞ、忍び込みます。行きます、破壊。おお、すっきり計算通り。すごすぎるぞ。あー、ここが金庫の扉、厳重にしまってるね。だけど今回は壁から侵入しました。すごすぎる、やったぜ。全然手配とかついてないね、これは楽勝だぜ。やったやったやった。そして銀行の金庫の中には、おー、めちゃくちゃいっぱいある。これはすごい大量だ。
こんだけ黄金あったら大金持ちだぞ。すごすぎる。じゃあ全部もらっていきますか。めちゃくちゃ重たいな。これは何往復もしないといけないぞ。こんだけ入れただけでもバッグは満パンだ。この一つのカゴだけで4往復はしないといけないぞ。めちゃくちゃ大変そう。トレバーさん、今回は重労働だ。だが銀行が開く前に頑張ってくれ。そしてなんとか上の段は終わったぞ。次は下の段だ。よし、下の段もだいぶ終わったね。あと1回だ。あと1回で全部運び出せるはずだ。いうことで、ついにやりました。トレバーさん、めちゃくちゃ頑張ったね。それがあと、こっちと、そしてこっちと、そしてこっちも同じことやらないといけないという。これはめちゃくちゃ大変だぞ。頑張れ。そしてついにトレバーさん、すべての黄金を運び出すことに成功しました。トレバーさんがもう死にかけてる。汗ってめちゃくちゃなことになってるよ。セットした髪が、てか上着もどっか行っちゃってるし。ズボンまでなんかボロボロになってるよこれ。すごい頑張ったね、おっとり。それじゃあ急いで帰らないとね。よし、出発だ。さあこれでもう最後だぞ。さああとはここを破壊するのが最後の仕事だ。トレバーさん気をつけて、落石注意。落ちてきたぞ、砂が。おお、ということで、おお、これで銀行側からアクセスすることができなくなったぞ。まあちょっとした時間稼ぎにはなるんじゃないかな。よーし、完璧、やったぞ。よし、でももう向こう側には戻れないからね。よし、これでまあいいでしょう、少しの間は。次の日になってもすぐにね、こっち側が発見されることはないと思う。その間にずらかるだけだ。急げ急げ、ジョニー君、早く行こう。逃げるだけだぞ、あとは。乗り込みます。ああー、ジョニー君がもう蓋してるよ。おーし、完璧。こっちはカムフラージュの蓋がしてあるので、こっから見ても全然わかんないよね。よし、いいぞ、やったー。ジョニー君がゴールドをきれいに積んでくれたぞ。これでいけるはずだ。よし、急いで脱出しよう。それじゃあ皆さん、さようなら。黄金は全部もらっていきまーす。この夜のうちにね、黄金が見つからないように急いで運び出しちゃおう。じゃああとはここはもう知らない、出発進行。これはすごい量だ、やったー。すげえ、しかも手配度全然ついてないからね。手配度ゼロで黄金すべて盗み出した。すごすぎるよ。今回の作戦大成功ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら、バイバーイ。